はい、皆様こんにちは。本日はですね、こちらですね、ちょっとこうパッと見るとなんだかよくわかんないものですね。こちらを紹介させていただきます。まあオールドレンズです。でこちらのチャンネルではこういったオールドレンズとかそれに伴うパーツとかっていうのを、私が面白いなと思ったものを中心に紹介させていただいております。そういったものが好きな方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネルの登録をしていただければ嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。はい、改めましてこちらのレンズですね、こちらを紹介させていただきたいと思います。これフードなんでこれ外します。するとやっぱりこう、やっぱりじゃなくてごめんなさいあの見たことある名前ですね、カールツアイスゾナー FG2.8 の 90mm のポートレート向けのレンズになってます。望遠単焦点ですね。で T スターコーティングで、もうこの作りでなんとなくお分かりになると思うんですけど、コンタックス G マウントのレンズになります。でコンタックス G マウントって、G1、G2 ありまして、その2つでしか、まあ、使えないものっていう感じなんですけど、まあ、今はこう便利な世の中でこうマウントアダプター出てるんですね。でこちらちょっと外します。でこちらはあのマイクロフォーサーズ用のマウントアダプターでして、まあ、マイクロフォーサーズで使うと、190mm の約 35mm 換算で倍になるので 180mm の望遠単焦点になります。であのこちらなんですけど、このキポンさんのやつなんですけど、これ割と古い世代のキポンさんのやつですと、この角が角張ってるんですね、サイズがこう大きく。なので EM1 とかこうペンタブがこう飛び出ているボディは装着できないんですけど、こちらまあ私はあの普通のところはこういうふうに角張ってる格好になってます。わかりますかね。を干渉する部分を私全部こう削り落としました。でタッチペン、車のタッチペンでこう削った部分が見えないように塗装をしまして、EM1 にも装着できるようにしております。でこちらをこう装着して、 EM1 に装着して遊んでおりました。でこちらも本当特殊なマウントでして、電子接点があって、まああのレンジファインダーなんだけどオートフォーカスっていうボディが G1 と G2 なんですね。なのでこうピントが合ってるか合ってないかとか、その後の電子接点の方で見ながら写真が撮れる感じになっております。でこちらのネジ、マイナスのネジみたいなところがピントのヘリコイドの動作になってます。でそれをこのアダプターはここですね、ここの部分がこう回すことによってこうくるくる回るようになっていて、それでピントを合わせることができます。で装着するときはこの赤い点同士のところをこう合わせまして、ひねるだけです。であのこれ外れてるときなんですけど、もう絞りがとんでもない位置まで動いちゃうんです。こういう風にこう一番寄せた状態でもう11のところで、さらにこれこうグッていくとこう切りかけの山のところがこういう行っちゃうんですね、グリップのところまで。こういう風にでこれじゃなんか全然合わないじゃないかって思いながらも、中を見るとこうちゃんと絞りっていうのは動いてるんです。まあこれあの理由としましては、装着することによってこの根元の数字が書いてある下の部分がこうくるっと回るんです。でするとこう装着できましたって状態になって、でこうするとこうちゃんと FG が 2.8 から22のところまで正常な動作になりますね。なのでこうちゃんとした数字っていうのは装着しないと分かんないボディになってます、このレンズは。でこのように絞りもこういうふうに操作できます。でこの金色のリングのところを回すことによって、この強度が伸び縮みしてピント合わせることができるのが分かるかと思いますね。まあ、あのとてもやっぱりカールツアイスの T スターコーティングというところでいいレンズなので、こういうマウントアダプターがないと遊べないっていうところが、まあ、残念なところだったんですけど、近年ではこの G マウントのオートフォーカス対応のテックハートさんか何かが出したのかな、あのマウントアダプターも出てるので、今この資産価値っていう意味で言うとこの G マウントのレンズは上がってきてるんじゃないでしょうか。であのこれのレアバージョンでブラックボディのやつはすごく高い値段の高いやつがあったりするので、コレクション性っていうのも高いと思います。まあ、こちらですね、こういうふうにどうにかつかないものでも頑張ればつくんだよっていう典型的な例なので、こういうものを入手して遊んでいただければすごくレンズも喜ぶんじゃないかなと思います。でレンズの状態としては絞りの動作は正常で、ヘリコイドも綺麗に回ります。まだそんなすごく古いレンズでもないんでオールドレンズなんですけど、でまあフードはこのねじ込み式になっていて、こちらにこうくるくるっと回して装着できます。でこちらの状態としてはカビがありますね、見えないとは思うんですけど、見えると嬉しいな、
やっぱちょっとわかんないですね。薄カビなんで、前玉の縁にこう、ここがこういうふうに薄カビがあって、で、後ろ玉の縁にも薄カビが生えてます。まあ、ただ、実際写りにそこまで影響あるかっていうと、絞っていったりだとかしたら、ほぼほぼわかんなくなっちゃうんじゃないかなって思う程度ですね。まあ、こういったものっていうのをこうリーズナブルに手に入れて、オールドレンズとしてこうアダプターを使って遊ぶっていうのは面白い遊び方なんじゃないでしょうか。で、あのレンジファインダーなんで、やっぱりここの距離がすごく短いですね。 M42 とかになると本当長さこんぐらい、ミラーレスに使うとこんぐらい長さになってくるので、全般的にコンパクトに収まってます。まあ、こういったマウントアダプターも工夫してつけて、レンズ自体はそうメジャーではないんですけど、いいものを使ってるものが安く手に入るものっていうものを今回オールドレンズの代表的な感じで紹介させていただきました。で、ぜひぜひこの G マウントっていうのもこういう風にすれば使えるんだなっていうのを覚えておいていただき、もし出会いがあったら使っていただければ嬉しく思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらのチャンネルではこのように、面白い、私が面白いなと思ったレンズとか、まあ、オールドレンズがメインになるんですけど、紹介しております。で、チャンネルの登録といいねのボタンを私の励みになりますので、ぜひ押していただければ嬉しく思います。はい、ありがとうございました。